iPhone の写真を使う場合に、これがシャッターボタンになります。こういうふうにシャッターボタンを押せば写真が撮れるわけなんですが、実は押しといて離したタイミングでシャッターが切れます。なので、ブレるとか押す瞬間にタッチだとなんとなくこうずれちゃったりねするかもしれませんが、そうじゃなくてあらかじめ手をシャッターに押しておき、構図が決まったら手を離す、構図が決まったら手を離すというふうにすることで、特にブレることなく写真が撮れるんではないでしょうか。